好きなニュースや番組の感想を書いてブログにアップするだけで月100万以上の収入を得ることは本当に可能なのかはい可能です元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が6月4日にブログで東京ディズニーランドでファンからの写真撮影の頼みを全て断った理由を明かし理解を求めた同日夫である元プロレスラーで タレントの佐々木健介と結婚記念日を祝うために東京ディズニーランドでデートをした北斗園内で撮影したツーショットなど仲睦まじげな写真とともにこれからも手に手を取り合って仲良くやっていきますと幸せそうに綴っている園内では多くの人々から撮影を求められたという北斗はこの仕事をしている上ではとてもありがたいことですと前置きした上で夢の国にはたくさんの可愛い可愛いキャラクターがいますそんな中で たくさんの人が、私たちの周りに集まって、写真を撮ることは、ディズニーランドで一生懸命働く皆さんに大変失礼になる行為になると思いますと、自身の考えを示す。そのため、撮影の依頼はすべて断ったそうだ。北斗は、夢の国では、キャラクター以外のものが目立つ行為は、絶対によろしくないと思っています。写真を断られて腹が立った方もいるかと思いますが、どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたしますと、ファンに理解を求め、 さらに、できましたら、目立つ仕事をされてる方々が、夢の国にいるのを見かけたときは、皆さんと同じく、夢を見させてあげてくださいね。と続けた。素晴らしい正論ですね。芸能人も、プライベートを楽しみたいですものね。納得です。こんな場所で、写真お願いする方がおかしいでしょう。 今は当たり前みたいな風潮かもしれないけど、かなりみっともない行為だよ。素晴らしいというか、一般常識がある人なんだと思った。できた人、できた嫁ですね。いつかテレビで言ってた、鬼嫁は、家族を守るためなら、鬼にでもなる嫁。というのを聞いて、すごい人だなと思いました。正しい対応だと思う。北斗さんはすごく素敵だと思いますし、ケンスケさんとの夫婦愛にも憧れますね。北斗さんのような女性になりたいですね。 プライベート合ってないようなもの。正しい判断です。写真を撮りたがるのは本当のファンじゃなくて、他の人に自慢したいだけ。本当のファンなら握手だけでも嬉しいよ。要は、芸能人でも、ディズニー気分を味わわせろってことだけど、さすがに言い方がうまいよね。確かに素晴らしい心遣いとは思うけど、ここまでしないと、ネットで炎上したりする可能性もあるんだよね。一般人、立ち悪いから。